風邪ひいた。ありゃ、あなたが風邪で倒れたから薬を持って行ってほしい。あいつユキさんに頼まれてるのよ、あなたを看病してあげてほしいって。そんなに緊張せんでいいって。トイパーフニャッチュシコクトパー。じゃあおかゆとボルシチどっちがいい？わかったわかった、じゃあせっかくだからボルシチで。4時間ほど待ってもらえ。待てるかい。いや待てるかい。じゃあ普通におかゆで。使ってくれてるんだ。クゼくん、おかゆ持ってきたわよ。おいしいよ。ごちそうさま。あ、じゃあ俺また寝るから。あ、リビングで勉強してるから。いや、寝すぎだろ。どうぞ、肩をお貸しします。今の時代、どこを切り取られて炎上するかわからない。あなたはクゼくんのメイドではなく。様が、マサチカ様のお世話をするようにと。もう遅いことですし、アリサ様はお帰りください。お願いするわね。はい、どうぞ。ありがとう。おいしい。マサチカ様、では私がお体だけでも拭かせていただきますね。いらん。いいよ。では添い寝を。いいって。ち。あ、お前はユキの部屋でもう寝ろ。おやすみなさいませ。おはよう。おはようございます。マサ、前まで学校を休む。看病の方がテスト返しよりもはるすぐにお食事をご用意いたします。うん。マサチカ様、お薬です。なんだこの薬、体質的に俺が眠くなるやつで。申し訳ございません。アーリャにこの薬を買うよう指示。まだお休みになった方が。問題ない。終業式までは何もないだろうと思い込んで。クゼ君、ごめんなさい。昨日の朝のことよ。それでは、マサチカ君がいつも使われている家事、それと明日のお昼の校内放送に、ね、討論での勝利を印象付ける。申し訳ないけれど、学生議会の話は抜きにして最後の活動報告になりますしね。それにしてもアーリャさんとマサチカ君は本気で学生議会での勝まったく飽きが甘すぎるのではないですか。思わずジークタのゲスト出演じゃない。タイミング、もっと警戒すべきです。つまり私一人なら。もちろんマサチカ君を頼ってもらってないわ。クゼ君に負担を。様にふさわしい活躍を期待していますね。そして今日の放課後。アーリャさん、ごめんなさい。大切なお友達であるアーリャさんに。もういいから。私にはどうしても兄がいたんです。両親も祖父も大きな期待をかけていました。もういない兄の代わりに。そういえばアーリャさんはどうなんですか。悪役っぽく振る舞って、あれ。悔しい。はい、ストップ。お前のペースを乱したかったんだろうが。なんで笑ってるの。なんだろうね、これ。ちょっと。これ、立をどうしよう。ミーラや。どうして生徒会長になりたいのかって聞く。でも、私は、全部喰いでしまった自分が恥ずかしい。あーりゃ、前を向け。お前はそのままでも十分に応援したくない。いつだって一生懸命なお前のことを。向け、大丈夫だ。なんだかまるで愛の告白みたいね。うるせえ、二度と言わねえからな、マジで。ありがとう、あなたのおかげで迷いが吹っ切れたわ。